手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろうアンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。うん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろう。さしずめお前は我が神オーディンの生贄になる。このシドの剣によってな。時間はないんだ。一刻も早くサオリさんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディンサファイアを手に入れてみせる。そうはいかん。すげえ。ミーメを倒したのはグッドウーさんなんだ。今度は僕一人で戦ってみせる。僕の中の動きが鈍い。ミーメとの戦いの影響か。そうはいかん。それにしてはパーフェクトウィナー。僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないの？これは陶器？そうだ。俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。あ、僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュ、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦めん。ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだ、アンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんや聖夜たちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。受けろシド。僕の真の力を。なるほど、これがネビラストリームか。だがこの剣、俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。気流の渦が私の動きを封じている。ネビラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうはいかん。
ネビュラストリームは僕次第で限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。甘いなアンドロイド、この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち誇るつもりだ。そのストリームの中で動けるとは。どうやらこれが最後の勝負になりそうだ。さあ嵐とやらを起こしてみる。もっともこのシドの剣を受けてもなお立っていられればの話だがな。行くぞシド、これが僕の本気だ。ウィナー、僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。爆発しろコスモよ、ネビュラストール。ストリームがストームに、まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン！シャイナさん！私は大丈夫、話は後だ、早く行け！そうはいかん。シャーン！シャイナさん！あシュン！シュン！これは一体。